統計数理研究所の池田と言います私はあの統計学というかあの信号処理というような分野で仕事をしてましてこの数年はあの天文学のデータを中心に扱っています。であの去年の4月10日に、えー、発表になった、えー、イベント・ホライズン・テレスコープというブラックホールを撮像した プロジェクトがあるんですけれども、それに2013年から参加していました。で、今回我々が示したものは乙女座の方角にある、えー、楕円銀河 M87 の中心にあるブラックホールの姿です。で、ブラックホールがあるということはみんな信じて疑わないわけですけれども、ブラックホール 事態を写したというものはこれまでなかったわけです。今回はそのブラックホールの中心がしっかり穴の開いた絵になったということを確かめたというので、非常に物理学としても天文学としてもとても重要な結果だったと思います。今回写したものは M 八十七なんですけれども、地球上から見えそうなブラックホールというのはまあ二つ。 ぐらいしか今のところなくて一つは伊手座の方角にある伊手座エスターと呼ばれているものでこれはこの天のの天川銀河の中心ににあるブラックホールになりますでもう一つは M87 ということでこれはあのこの銀河の真ん中の伊手座エスターに比べると遠くにあるんですけれども大きさが非常に大きいので見た目としてはほとんど変わらない大きさになるだろうと予想されていました。 ただ M87 のブラックホールに関してはその大きさが非常に見積もりが揺れていて大きさがまだ決まってなかったわけですねで今回の我々の結果によって M87 のブラックホールの大きさも正確に決まったということになります。でイベントホライズン・テレスコープのプロジェクトとしてはイテ座エスターのデータも取っているので。 現在その解析をしているところですイベントホライズンテレスコープはあの普通の光の望遠鏡とは違って電波望遠鏡です。で電波干渉系と呼ばれる技術を使っていまして世界中にある複数の電波望遠鏡のデータを組み合わせて画像を作ります。 今回は一番離れている望遠鏡としては1万メートル1万キロメートル以上も離れたものを組み合わせています遠くの望遠鏡を組み合わせれば遠いものがあればあるほど細かい構造が見えるということで今回の M87 を撮るためには非常に離れた望遠鏡を組み合わせる必要がありました今回は世界中の8つの望遠鏡が参加して データを取りましたデータを取ったのは実は2017年でそれから2年データの解析に時間がかかりました。電波干渉計を構成する場合にはデータを取っただけではその場で絵が描けるわけではなくて非常に離れた望遠鏡同士のデータを組み合わせてイメージングと呼ばれる処理を行う必要があります。 で私がこのプロジェクトに参加したのはそのイメージングとしして新しい方法が必要だったからですで、えー、今回は、えー、我々日本チームが主,、えー、あの主体となって作ったスマイリーという、えー、イメージングの方法とそれからボストンのチームが、えー、中心になって作った EHT イメージングそれから実はあの昔からあるクリーンという 画像処理の方法とその3つの方法で独立に絵を描いてこの画像が確かであるということを確かめましたで実は望遠鏡がもっともっとたくさんあればですね、そんなにイメージングというのは難しくないんですけれども今回は8つしか望遠鏡が参加していないのでそれをどのように描 絵を作ってそれを皆さんに納得していただくかというのが非常に大事なポイントでしたそこでいくつかの段階に分けて画像処理をしましたまず第一段階として、えー、実は人をを、ね、4チームにに分けて独立に絵を作りましたでそれぞれはいろんな手法を使っていいんですけれどもお互いに情報交換せずにデータを と向き合ってて週間かけて独立の絵を作りましたで私は4つあるチームの中の Team2 というところに入っていましたけれどそこはあのいろんな国の人が参加しながらお互いに、えー、と情報あのチーム内で交換しながら絵を描いてでそれをお最終的に4つのチームで答え合わせをするというのを、えー、と2018年の7月の末に ボストンで行いましたでその結果どのチームも穴が開いていてそしてその直径がほとんど同じであったとそれから画像として見ると下側ですね下側が明るいという特徴も共通であったということで我々としてはブラックホールの穴が開いていてそして その特徴も非常に似ているということで非常に確信を持ってこの絵を作ることができましたただあのどういう手法でどの絵を最終的に科学的な成果として出すかというためにはさらなる精査が必要でそれにさらにそうですね半年ぐらいかけて絵を作っていたということになります。で 一つのの我々の主張はです、ね、実はこのイメージングの方法を使うとさまざまなデータは区別できるという証拠を見せなければいけないと思ったわけです。そこで4つの代表的に間違いやすそうな絵を用意してそれが我々の手法で区別できるということを示してそれをもって 最終的な画像の、えー、証拠として、えー、説得力のある理論をあの議論をしたということになります。で、最終的に出した絵は三、えー、つの方法独立に撮った画像を平均化して皆さんの前に、えー、提示したということです。今回四、えー、日間それぞれ五時間かけてデータを取ってるんですけれども。 えーまあ、4日間にわたってほとんど変わりのない絵が、えー、撮れたということでこれもそのブラックホールの画像が確かである一つの証拠になると考えています。で,で最終的に出した絵は、えー、非常にきれいな絵だと思うんですけれども我々としてはまだまだ、えー、と2017年のデータに関しても解析してない部分がありまして例えば えっと、変波の画像ですとかそれから最初に申し上げたイテザーエースターの画像もまだ出していなくてこれを現在、えー、解析を進めているところですまたあの今回の画像の成果を受けて EHT というプロジェクトはまだまだ続いてまして2020年もデータを取りますしこの先もデータを取ることになっています。でそれれををさらに解解析をすればあのブラックホールの理解も 深まりまりすし天文学としても新しい知見が得られると思っています。以上です。